おはようございます。釣り子 TV です。人気の野良ネズミシリーズにウルトラっていうのが出たっていうことで、早速ね、2つね、買うことができたので、なんかね、可愛らしい色ですけども、このね、買ってきてみたんですよね。まあ、野良ネズミもね、だいぶサイズが、いろいろなサイズがあってですね、これがね、ウルトラってやつで、で、こんな感じのちょっとあったんじゃないかなと思うんですけど、それっていうのはこれより大きなマグナム。ね。野良ネズミマグナムがいて、で、マグナムよりちょっと、小さくて、で、オリジナルのサイズよりも、ちょっと大きい。ね。こういうところにね、新しい野良ネズミ兄弟が増えたよっていうことでね、早速ね、開けていきたいと思います。でね、これカラーが、ネズミミズっていうやつと、こっちのね、白がね、新ハツカネズミ。ね。新エヴァンゲリオンみたいな感じでかっこいい名前なんですけど、このね、二つね、まあ、あの前からこういうちょっとハツカネズミっぽいカラーと、あとは茶色っぽいカラーね、こういうのが好きだったんで、ちょうどね、二種類変えたんで、今回はね、二つね、買ってみました。じゃあね、早速開けていきたいと思います。このネズミミズからね、ちょっと開けていきますかね。はい、あー、そっか。あー、店頭で見た時はね、ちょっとイメージが湧きづらかったんですけど、あ、確かに家に持って帰ってみるとマグナムよりちょっと下なんですけど、オリジナルよりはね、やっぱりね、少しボリューミーになってるなっていう、本当この間を埋めるサイズ感なんだなっていう感じで、へー。で、野良ネズミはね、他のワームと一緒にすると変なことになっちゃうんで、こういうケースに入れてるんですけど、オリジナルサイズはね、いろいろこの中にね、これ初期の頃のハツカネズミとか、まあ、ちょっと違うハツカネズミとか、ハツカネズミとか、あとね、カヤネズミね、それとブラックとかね、ここら辺もう針をつけてね、いつでも臨戦態勢で、野良ネズミ軍団準備してるんですけども、ね、やっぱりね、ちょっとね、ちょっとサイズアップですね、こんな感じで。うん、お尻の方がね、少しボリュームがあるので、これによって、結構ね、飛ばし心地とか違くなるんじゃないかなっていうね。で、これはもうどちらかっていうと、マグナムっていうと、フロッグみたいな感じでね、使っておりましたが、ね、シングルフックの、フロッグでここら辺もアピールする。そんなね、使い心地だったんです。この上にね、エンペラーとかいますけども、今回の、このウルトラは、ほんと、このオリジナルサイズをそのまんま、ちょっと大きくしたっていう印象なので、マグナムよりはウルトラの方が、まあ、スピニング使いとかに対応してくれそうだなってね、そんな印象があって、で、水晶フックがですね、ウルトラだと20番ですね。で、まあスピニングロッドか、まあベイトフィネスなんかでもいいんじゃないですかみたいな、感じで書いてあって、裏にはね、あの野良ネズミ特有の面白いね、説明文が、いっぱい書いてありますけども、ね、これ裏読むと面白いんで、ぜひね、見てみてもらって。で、20番か。ちょっとね、20番の服探してみますね。はい。20番っていうとこんな感じですかね。セオライズとかね、最近ここら辺の太さでお気に入りで使ってるんですけど、ここがね、20番っていうサイズだったりするので、どうかな。おい、あ、こいつね。20番で、ほんと具合良さそうですね。じゃあね、早速ね、一個ね、リグってみたいと思います。センターで抜き出して、で、お尻の方、20だとこの、お尻の穴みたいなところからちょうど、中に刺して。
ああ、うん。まあ、推奨が20番っていうことなので、やはり20番だとね、ドンピシャの位置に来ますね。ここのね、ちょうどいいところに針先が来て。ああ、いいな、これな。はい。で、重さの方もね、測っておきたいと思いますね。改めて他の兄弟とかも含めて、まずね、まあ、これ実際にもう投げる状態と考えて、まあ、20番推奨のフックをつけたら、何グラムか。6.7 グラム。あ、これだともう本当ベイトフィネスとかもね、本当良さそうですね。そして針がついてない状態だと、あ、ぴったり6って出てますね。だから、まあ、20番のセオライズを調和したとしたら、まあ、だいたい 6.6 グラムとか 6.7 グラムぐらいになるっていう、そういう感じですね。それで、じゃあ従来の野良ネズミね、一番オリジナルサイズの、ここら辺の、まあ、じゃあカヤネズミ、まあ、針がね、いろいろあるんで、ね、あ、これが一番使うセッティングかな。じゃあ、ね、一番オリジナルな感じの小さい野良ネズミ、4.5 グラム、針付きでね、4.5 グラム。だからそこから、ほんとベイトフィネスなんかでもより使いやすいようなサイズ。ただ、マグナムだと、これちょっとね、もう本当にフロッグっていう感じの使い心地なんで、まあそこら辺よりは、だいぶこのチビノラネズミに近い使用感で、入れられるんじゃないかな。で、この重さがアップした分より奥にとかにもね、スパパパパンって、まあ、これの時点でもね結構、行くんですけど、あ、ちょっと太めの PE ラインとかを組むと、もう一個奥に入れたいなっていう時にちょっと重さ不足ないでしょう。まあそれがでも釣れるんですけどね。そんな時にこの新しく出たウルトラを使えばより一伸びね、するんじゃないかっていうね。で、もうマグナムとかになってくると、ああ、もう8分の3オンス超えるんですね。10グラム超えっていうことで、だからどちらかっていうとこのマグナムとかエンペラーよりっていうよりは、こっちのやはりオリジナルサイズね、一番小型の野良ネズミよりの印象ですかね。6.7 とか 6.6 とかだと思うんですけども、ね、6.5 でオリジナルが、まあ、4.4 ね。このどうですかね、非常にね使いやすそうな仲間が増えたんじゃないかなっていうことで、いよいよねハイシーズンね突入してますんで、こういうちょこまかちょこまかってやつがね、がぜん効いてくる時期になるんじゃないかな。で、まあ今年はですね、あ、ちょうど横にある。今年はね、いよいよこのクリッタースティックが発売されたので、ね、これで、そうですね、使うのにも、ちょうどスピニングでギリギリ投げる大きいサイズっていう感じだと思うんで、このね、ちょっとね、マグナムになるともうベイト、しかもちょっともう、ゴツめのタックルからね、使えるようになっちゃうんですけども、ウルトラはね、なんか、どちらかっていうとスピニングで、で、これね、今、0.85 とか15ぐらいの細い PE を入れてるんですけども、このちょっと、重さがアップした分ね、例えばこっちの PE ラインを、2号とかね、まあ、1.5 号とか2号とか入れて、それでこういったクリッタースティックね専用のものでいけるんじゃないかなってね。結構ね最近、野良ネズミいろんなサイズが増えてきたんで、この新しく出たウルトラに関しては、従来のねこっちのスピニング仕様プラスアルファっていうこの絶妙なサイズ感が非常にいいんじゃないかなって。あとはね、ほんとね、早く釣り行って投げてみたいですね。またね、実際にせっかくこのクリッタースティックも買ったんで、ここら辺と、このね、
チビノラネズミのね、使い心地、さらにはこのね、ウルトラもね、せっかく変えたんで、ウルトラをじゃあこのスピニングで投げたらどんな感じか、はたまたまあ、なんか手持ちのね、ベイトフィネスみたいなやつでもね、このウルトラ使ってみたいと思いますので、ぜひですね、ご期待いただければと思います。まあなんかこういう感じでいろいろ並べてみましたけども。というわけで、本日の釣り子 TV は、こちら、ね、新しくね、ティムコから出た野良ネズミウルトラ。これをね、開けていろいろ測ってみたりしてやって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。